皆さんこんにちは、エルゾです。クラフトピアシームレス版の続きやっていきたいと思います。で、今回ダンジョンをやっていきたいなと思ってるんだけど、ちょっとねその前に一つ、そうだね、このクラフトピアの目的を改めて考えていこうかなと思いまして、なんかねメインストーリーがね今一時的に削除されてるっていうのがあるらしくて、まあできるのはサブクエとからしいのよ。で、まあこう何を中心にやっていくかってなった時に、あれしかないなと思ったので、最終目標をまず、時代進化を最終段階までするっていうのをやっていきたいなと思います。まずこれだね。で、そっからまたどうするかはっていうとこかな。まあ家をどの段階で作るかとかさ、作り込み的なところもあるけどね、ちょっとそのあたりは、じっくりやっていこうかなと思います。にしてもでけえな、この武器。持つとでかくなるっていうね。よし、じゃあダンジョン見てみましょうかね。はいはい、周回ダンジョン。ボスと直接戦闘ができると。ああ、始まりのセキュリティ。推奨レベル10だって。で、武器が手に入るんだね。ビルド200だって。おお、強いんだ。ちょっと通販デッドっぽい。やってみよっか。レベル10だしね。はい、行きましょう。すごい、めっちゃうねうねしてる。でもあれだったな。今、演出上の問題なんだろうけどさ、うにょうにょしたのが自分の横で分身をうにょうにょさせてるってやつだったね。これ見るとわかるけどさ。出るかな。映ってないっていうね。ああ、なんかアリアクセスっぽい感じだね。おお、ダンジョンか。さて、どうしましょう。痛いねー。結構シールドを取ってからだもんな。あ、一つ目クリアと。ちょっとね、松明くん邪魔だね。よし、オッケー。え？これに乗ると、おお、キラクなんだ。お、危ない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 。なんかちょっとずらしてるとやらしいね。絶対わざと落ちるようにしてるよな。え、お、どう。でもほんとダンジョンだね。前回では見たことない感じのダンジョンになってる。ビティー、痛いねー。まあシールドブレイクさえしてしまえば。おい、これでいいかな。はい、回復。あ、そうそう、魔法もねヒール覚えました。さすがにね、ちょっと回復面が足りなさすぎたんで入れてます。肉食って、よし。気づかないから永遠と。いで、あ、でもそういうのは弓は強いね。お、大盾だって、グレムリンの。
ん？音はするけど、もう終わりかな？さすがに、あ、登れるんだ。で、お宝がそこにあって、あー、リスポーンされちゃうね。なんかすごい燃えた状態になってたよね、今ね。とりあえずこれ上まで登って。あー、なるほど。とりあえず普通に正規ルート行こうか。平気ってほどじゃないけどね。まあ、ぐるって回れるって感じだね。お？これ武器変えると？おー。一応考えられてるんだね。隠し通路的な感じだったんだ。で、何が手に入るの？硫黄。硫黄か。うわー、ちょっとしんどいのいるな。こっからいけるんじゃね。あ、意外と。はい、終わり。じゃあこっちも。はい、終わり。え、でことはさ、これさ多分この子さ、サイクロプスくん、これあれじゃない？おお、すごい攻撃してきたけど、なんか落ちてた。ちょっと待ってね。そもそも攻撃が届かなければってやつですよ。マジってさ、あーあー、やっちゃったね。じゃあとどめ。あれ、指最強なんじゃないこのゲーム。骨。ちなみにさ、このダンジョンの中の、あ、こういうの壊せないんだ。いやー、攻略法を見つけてしまったかもしれん。絶対これいかん攻略法だよな。ほうほう、大砲、これ何？あー、進めていくんだ。なるほど。じゃあちょっとアイテム整理一回しよっかな。これはさ、ジャストアタックできるんだね。はい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 。まあ装備。槍とか合わせて持てるんだね。あとは、そうだ、一旦こうかな。ああ、ほんとだ、縦だ。何気にこっちの方がコンパクトでいい。よし、じゃあこうして、で、まあこうだよね。あのね、作った時の音がね、一切しなくなってる。ちなみにお宝落ちてない。これさ、いや、回収で、さすがにできないよね。この、
解放ね、できたら最高なんやけど。お手放題デンジャーって書いてあるけど、あー無理っぽいかな。そうだね、そうなるよね。そうか、ちょっと残念だね。さすがに取れたらね。はい、じゃあ残り上に上げて、あ、あそこお宝あるじゃん。そうだな。ここまで来て、で、お宝があるのはあそこ。で、降りて、火の矢か。矢か。まあ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 。今、矢何本あるの？22。秋の矢か。あ、意外と50本使ってんだよね、枝ね。そうだね。アイテムもちょっと考えもんだよな。こんな感じにしとこうか、装備関連は。よし。あ、盾で攻撃できるわ。これジャストバリー同情しか、これ普通にこうか。うん、ちょっと試してみようか、盾せっかくだしね。まで、めんどくさいなと思ったら、いでー、残念。ごめん、あんまり機能の良さが完全なお飾りになってんだよな。ああ、これ一回外にそれるって感じか。いや、意外とこうじゃない？もう。楽器の歌詞だけ耐久値減ってるけど。これでいいんじゃない？ああ、ここ受けれないんだ。あ、禁止建築エリアになるんだ。はあ。で、さすがにボスはって感じだね。なるほど、なるほど。おな。やらしいね。やらしいね。いて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 、いていていて、いていていて。いや、卑怯すぎる。見えてないのに、相手は。魔法使いどこいる？しかもパン。あー、これ落下死する可能性高いな。いいよ、そっちが画面外からしてくるならこうだ。画面外からしてくるならこう。こう。そして謎に増えた、外した敵がね。
あ、下からもいけるんだね。いや、上が、あれかな、下が正規だったのかもしれない、単純に。よし、行こう。多分あのお宝が取れるよっていうので戻るようだろうね。ワープホールみたいなやつ。あー。はいはい。あ、すごいな。ほんとちゃんとしたダンジョンになってるね。ちゃんとしたダンジョンっていうのもあれだけど。すごいすごい。うわ、なんか原神を思い出すわ、この道は。あ、でもなんか操作とかいろいろ見直したっていうか、シミュレートままってちょっと原神っぽいテイストになってるな。秘境とかまさにこれよ。あるもんね。あー。原神好きとしてはやっぱ、ちょっとこの辺りはピンとくるね。あー、この周りの感じとかね。これとかね。もう完全にモロ秘境ですね。で、ボス戦に入ると。おー。ああ、これ、あれだ。こいつ、あれだな。え、名前が出てこない。ゼルダの、ティアキンの。ライネルだ。ライネルの後ろがない番だ。しゃ。止めた。その武器もらいたいね。ライネルじゃん、完全に。避けれた。いいね。いたー、避けれなかったー。うわー、ライネルだなでも回避成功して、はい、さ、ドーンと。攻撃して止めるって言ったね。シェイ、決まった、ぴったし。あ、すごい。レベル上がって最大ライフ上がったね。よし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 。ん？え、なんかもらったアイテム？いや、何ももらってない。何ももらってないね。マジか。あ、いや、ここでもらえるんだ。試練クリア。あ、いいね、恒例のお宝タイム。泥だらけの、あー、袋か。え、お金もらえるのいいね、ダンジョンね。で、これがフェニックスの羽。これ何？自分中心とした狭い範囲、戦闘不能状態になっていると、プレイヤー全員その場で復活させると。あー。で、これがアイアンウッド？クローバー？あー、いっぱいで持てれないんだ。エレメンタルダスト言おう。そうだなー。
そうだね、なんか、そうだな。これクラフト、クラフト、あ、さすがにできないよね。いや、アイテムボックスがね、狭すぎるね。そのハーブみたいなやつが欲しいから、じゃあとりあえず、そうだな。木材処分かな。アイアンウッドももらえないと。ああ、じゃあ結局武器はもらえなかったってことか。ああ、ドロップランダムだからってことだね。落ちてないよね。あ、ないね。まあ、そんなに強くないからボスまで行くのはありかもしれないな。まあ、とりあえず。で、ボスドロップもさすがに、てか、このお宝も一回きりだと思うからね。はい、ということで無事クリア。なんか話変わる？いや、そんなことないね。ドロップアイテム出るけど、これ違いは何だろうね。ストーリー上はこれをすればいいよって感じなんだ。で、イージーだとっていう話か。やっぱ違う感じになってるんだね。ちょっともう一回行ってみよう。これで、その、ガンガン回せるんだったら、集めれるからね。あれ？え？あれ？あれ？さっきと、あれ？説明書いてたのと違くない？ちょっと待った、戻ってみよう。なんか話によれば、ボスのところまで行けますみたいな感じだった気がするんだけど。なんか特別なマークがついてるとかそういうわけでもないもんね。ああ。いや。今ね、イージーの方に変えたんだけど、結局一緒っぽい。あー。それだと、じゃあいいかなってなるね。うん、ちょっとやり変えたいなっていう気持ちもあったけど。そうか。まあ武器欲しいけど、たらかしにしよっかね。よし。そしたら、そうだね。最初話した通り時代進化を目的にしたいのがあったりするんで、ちょっとこの辺り、行って、解放してから村戻ってみようかな。ギーザの大地もなんかその後見てないからね。ちょっと探索したい気もする。よし、行こう。痛い痛い痛い。よし、オッケー。これ何なんだろうね。あ、壊れない。魔法系なのかもね。リスポーン発見。
で、ああ、ワープホールあったね。荷物がいっぱいか。うわー、何も持てねえな。マジで何も持てねえな。うん、びっくりするぐらい持てない。じゃあちょっとこれだと話にならないから一旦行くか。そうだね、時代進化した後見てないからね。ちゃんともう一段階あるのが気になるところかな。それが出てくるとでちょっと困るんだけどね。あ、いや、進化できるね。時代進化。あーあー、なるほど。ここはここで上げまくらないといけないんだ。あー、フロントリボルバーだって出てくるんだ。あ、すごい武器とか銀系出てきたね。さあ、ちょっと鉄が作れるようになってるんで、そうだね。あ、すげえ、鉄のインゴったらこの銃作れるのか。ダメージ200だってなかなか強いね。あんまいるのかな。3周年記念モノコインだって。流木弓100。うわー、火力めっちゃ上がるな。時代は鉄か。あ、すごい。霊耐性つくね。ダブルジャンプもレベルアップする。エンディルの表彰とかって書いてあったよ。もうわけわかんないね。で、ここら辺の家具もちょっと増えて、いや、結構増えたな。増えた増えた。とりあえず、ま、複数が8。8か。こうユニット。これは消費の具合が変わるのか。なんかそんな感じするね。見た目の問題なのかわかんないけど。とりあえず矢を作ろう。あー、一旦防具作れるね。防具作ろっか。防具は、さあ何作れるかな。結構ね、作れるもの限られてるからね。あ、すごい。頭だ。角飾り出た。マジカル帽子。レンジャー帽子。あ、レンジャー帽いいね。見た目はこれが好きだな。あー、鎧か。ライトアーマーか。いいね。あー、鉄20はちょっと消費でかいかな。とりあえずこれ作って装備して、うん、なんか前回もつけてた記憶はある。頭、髪の毛つき出してるけどね。ここがまあ作りたいけど後回しといっかな。そうか。え、こっちは何が作れるようになる。あ、銃作れるね。
銃作りました。あ、気になったのはそのさ、右側のアイアンマンで鉄鉱石ってあるじゃん。鉄鉱石って書いてあるんだけど、漢字の鉄鉱石がさ、やっぱこれのことだよね。そう、30個集めないといけないのか。なんでクエストクリアならなかったんだろうね。あとは、10。おー、いいね。10は、あー、やっぱ弾いるんだ。そりゃそうだわな。フラワースタッフとかあるよ。あー、ちょっと弾あった、あるわ。鉄のインゴットと黒色火薬。あー、護身用で納品した方がマシだね。あー、了解。じゃあとりあえず時代進化に向けて素材集めとかがめちゃくちゃ大事そうなんで、一旦素材集めしながら、なんか次回は探索メインというかね、やっていこうかな。とりあえずガンガン育てるしかないね、今はね。仕方ないか。はい、ということで今回ご視聴の方ありがとうございました。まあなんとかね、ボス倒せてよかったなと。で、整えてあそこに侵入したいからね、あの城の攻略したいんで、とりあえず今は育てることに専念していきたいと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。他にもいろんなゲームの動画投稿や解説攻略などもしてますので、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。